首都高速11号台場線は東京都の港区の芝浦ジャンクションから江東区の有明ジャンクションに至る首都高速道路の路線である道路法上の名称は東京都道首都高速11号線であるが元々の都市計画法上の都市計画事業としての名称は東京都市計画道路都市高速道路第12号線である千葉方面及び 神奈川方面から都心へ向かう交通を1号、羽田線や6号向島線などから湾岸線に分散させ、箱崎 JCT、江戸橋 JCT や1号羽田線本線の渋滞を、渋滞を緩和させるために、東京港第一航路で隔てられた1号羽田線と湾岸線を直結する路線として建設された。同時に、 1990年代から開発が進められた東京臨海副都心地域と都心部を結ぶ路線としての機能も有する。東京港第一航路をまたぐために全長798メートル、中央景観570メートルという東日本最大の吊り橋レインボーブリッジが建設されており、レインボーブリッジ自体が本路線の別名ともなっている。 1124時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。ありがとうございます。